マイケル・ブラウンマイケル・ E ・ブラウンはアメリカ合衆国の天文学者カリフォルニア工科大学比較惑星進化センター長アラバマ州ハンズビル出身1987年にプリンストン大学で物理学の学位を習得し1990年にはカリフォルニア大学バークレー校で天文学の修士号を1994年には同大学で 天文学の博士号を習得した。1997年からカリフォルニア工科大学の講師として教弁を取り、2002年に同大学の助教授に昇格した。2012年被り小宇宙物理学部門受賞。ブラウンは数多くの太陽系外縁天体を発見しており、世界で初めて冥王星よりも大きな海洋星異縁天体エリスを発見したことで有名である。 また、太陽系の10番目の惑星ではないかと話題になった、セドナを発見したことでも知られている。2005年7月29日に、スペインシエラネバダ天文台のホセルイース・オルティス率いる研究グループが新たな、エッチワースイコールカイパーベルト天体である2003、L61 を発見したと発表したが、ブラウンラの研究グループもこの天体を発見し、 サンタという愛称を付して1年間観測を続けていた。なお、ブラウンはこの発見の手柄をオルティスラに返すことを指示している。ブラウンが発見した海王星異伝天体は次の通り。これらの天体、特にエリスの発見は冥王星の分類をめぐる議論を巻き起こした。結果的に冥王星は2006年をもって惑星から純惑星へ分類が変更された。 この業績からブラウンは冗談半分に冥王星キラーと呼ばれることがあり、本人のツイッターでのユーザー名もプラタキラーとなっている。2016年1月20日、ブラウンはコンスタンティン・バキギンと共に、いくつかの太陽系外縁天体の軌道に関する研究結果から大型天体、プラネット9が存在するとする間接的な証拠を発表。 太陽系外縁に存在すると提唱されている大型の惑星で発見に向け観測が行われているが2019年の時点ではプラネット9と思われる天体の観測報告はされていない。ありがとうございます。